こんにちは。今回は戦略的スゴロクゲームスキップスの説明をします。それではスキップスのルールの説明をします。スキップスは 1,2,3,3 つのコマをスキップさせて動かして相手の陣地まで上がるスゴロクゲームです。お互いの陣地から交互に動かして相手の陣地まで上がってコマが上がりになります。1は1個、2は空きスペースに2個、3は空きスペースに3個、途中にあるコマをスキップしながら動かすことができます。ただし自分と同じ数字の書いてあるマスの上に配置することはできません。例えば2であれば最初に1、2と動かして2のところに来ることができません。それからですね、コマはですね、相手の陣地に上がるときにはぴったり上がらなくてはいけません。例えば3であれば1、2、3と言って上がりになります。早くすべてのコマが上がった時点で勝ちになります。もう一つ、例えば3が、こういうところにあるとしますと、次にもう1、2なんでぴったり3で上がることができません。すると動かせなくなってしまいます。すべてのコマを動かせなくなった時点で負けになります。勝ちは3つすべて上がるか、動かせなくなった時点で負けになります。以上です。それではゲームをやってみましょう。では、グリーンの、先手で始めてみます。それでは僕は1、2、3、3を動かしました。相手は白は1を動かしました。じゃあ僕も1を1個動かします。2は今1を飛び越えスキップしながら1個2個、2がついたところが1のマスの上なんで2が今動きました。僕も2を動かしたいんですが、2を動かすと2の上に上がってしまうので2が動かせません。なので1を動かします。相手は素早く2を上がらせました。それでは僕も2を1、2と動かします。1が動いてきましたね。それでは僕は、1を動かします。スキップするときは、いくつスキップしても構いません。1が2個スキップしてここで空きスペース1個目なのでここまで来ました。それでは僕は、次に2を上がらせます。1、ピタッと出て上がれます。相手は3を動かそうとしたのですが、スキップして3つ動かすと3の上に来たので3を動かすことができません。なので1を動かします。僕は、3を動かして1、2、3上がりです。相手が3動きました。僕は1を動いてここで3つ全て上がりましたのでグリーンの勝ちになりました。以上です。いつまでかかる僕は時間の国のガリバー1日の仕事に1年かかる。